16世紀末から18世紀初頭までドイツ及びオーストリアで発行されていたターラー銀貨。中央貨にある現代のアメリカの25セント硬貨と比べるとその大きさがわかるターラーは16世紀以来数百年に渡りヨーロッパ中で使われていた大型銀貨。その名残は現在もアメリカ合衆国ドルをはじめとするドルや2007年までスロベニアで使われていたトラールなどの通貨名に残る。 ターラーの語源は、ヨアヒム・スターラーという銀貨の名が短縮されたものである。ヨアヒム・スターラーは、16世紀初めに大きな銀山が発見され、1518年以来、この種の銀貨が発行されてきた、ボヘミアの町、ザンクト・ヨアヒム・スタールに由来する、ジークムントの名前で発行した、グルデング・ロッシェン、1486年ターラーと、 同サイズの銀貨が作られるのは15世紀後半に遡る。15世紀の終わりにかけて、ヨーロッパ各国の通貨の品位は著しく悪化した。相次ぐ戦争のために戦費をひねり出すための低品以下の発行が続いたほか、中東、インド・インドネシア、中国などからスパイス、絹、陶磁器ほか高価な品物を買い、銀貨や金貨で支払うという一方的な貿易を、 続けたため金や銀が流出したことによる。これらの要因のため、クローシュ銀貨の銀の含有量は急激に落ち、中には5%以下になったものもあり、銀貨の価値は13世紀や14世紀の頃に比べ下落した。この流れを断ち切るため、またヨーロッパでの新たな銀山の発見や採掘開始もあり、イタリアでは1472年に重さ6グラムを超える。 大きなサイズのリラ銀貨が導入された。これはフランスのグロトゥルノア銀貨の重さ4ムほどを大きく超えるものだった。1474年には9ムのリラ銀貨も発行された。これに続き1484年オーストリア大港のジークムーンとは下落した通貨の改革を目指し純度937パーミル 15g 半ほどの重さで30クロイツァーの価値のある ハングルデングロッシェン銀貨を発行した。これは非常に稀な効果で、ほとんど試験的なものだったが盛んに流通し、成功を収めた。ジークムントはこれをもとに、シュバーツの銀山とハルインチロルの発行書を使って1486年に、後のターラーと同サイズで 31g 余りの重さの大型銀貨、グルデングロッシェンを多数発行した。これは60クロイツァーの価値があり、 グローシュ銀貨であるが、グルデン金貨と同様の価値を持った。グルデングロッシェンは、グルディナーの愛称で呼ばれ、すぐさま成功を収めた。銀山のある国は競って、グルディナーを模倣した。他の分野の芸術家同様にルネサンスに影響されていた浮き彫りらは、発酵国の紋章をあしらった複雑で成功な模様や主君の写実的な肖像などを他国国印に彫り込んだ。 1525年の年号のある、ヨアヒム・スターラー1518年、すでに、グルギナー銀貨は、中央の各地で非常に流通しており、ハプスブルク家の支配する神聖ローマ帝国の一部だったボーヘミアでも、発行されていた。これは、ハルインチロルで作られていたものと同じサイズだったが、純度は若干落ちており、原料の銀が採掘された、当時新発見の銀山。 ザンクトヨアヒムスタールにちなんでヨアヒムスターラーと呼ばれた。この銀貨には聖ヨアキムの肖像が浮き彫りされていた。同様の銀貨が銀の豊富な隣接の渓谷地帯でも鋳造されており、それぞれの谷の名にちなみターラーと呼ばれた。これら多数の種類の銀貨はターラーと略称された。当時ヨーロッパ各地では小取引の基準として新たな通貨が求められていたが、 これら初期のターラーから作られた新ターラーがその基準通貨となり、同様の大きさ及び銀の重さの通貨が欧州各地で発行された。ルドルフ2世の肖像が浮き彫りにされた1610年発行のターラーハノーファーの1723年発行のターラーマリアテレジアターラー。年号を1780年に固定し、20世紀まで発行され続けたターラー。 主にアフリカで使用された、ターラー銀貨発行の絶頂期は16世紀末から17世紀、各地で多様なターラーが発行された時期だった。ハルツ山地のブラウンシュワイクで最初にこうしたターラーが発行され、囲碁の多くもこの地で発行された。ターラー銀貨のいくつかはサイズが大型化し、普通のターラー銀貨の16倍の大きさのもの、重さ4 5 0グラム以上。 直径1 2トル以上のものもあったが、その大型化の当初の理由はよくわからない。ローザーの名の由来は、ハンブルクで発行されていたジューダカットの価値の大型金貨、ポーショガラサーからと考えられる。ローザー銀貨のいくつかはこの大型金貨と同様の価値を持ったが、すべてがその価値があったわけではない。結果的に、ローザーという言葉は1ターラ以上の価値のある大型硬貨の名となった。 現在この種の大型銀貨はほとんど残っておらず、大きいものは数万ドル以上でコレクター間で取引される。これら大型銀貨は実際に取引に使われたものは少なく、多くは保存状態が良い。新生ローマ帝国では、ターラーはグルデングロシシェンペニヒなどといった各地の両方の通貨を比べる基準として使われた。基準の17つは、 ライヒスターラーで9分の1ケルンマルクの重さの銀を含むものだった。1754年10分の1ケルンマルクの銀からなるコンベンツヨンスターラーが導入された。プロイセン王国は14分の1ケルンマルクの銀を含むターラー銀貨を使用していたが、プロイセンの勢力伸長とともに1837年の関税同盟ではプロイセンターラーが南ドイツグルデンとともに ドイツ南部やラインラントの通貨となった。1850年には多くの両方が自前通貨と共にこのターラーを用いていた。1857年、オーストリア帝国がフェアインスターラーを定め、ドイツ全土で通用するようになった。各地でこれに伴いフェアインスターラーが通貨となった。フェアインスターラーは、広島戦争の結果1867年に、 オーストリア帝国での打国が停止され、ドイツ統一後の1872年には、ドイツ帝国でも金丸区に切り替えられた。マリアテレジア即位後2741年に、発行されたマリアテレジアターラーは欧州のみならず、初期のアメリカ合衆国や中東各国でも通用し、20世紀前半までは、エチオピアやオマーンの通貨となっていた。 イタリア領エリトリアでは1890年から1921年までエリトリアタレーロが流通していた。ターラー銀貨はヨーロッパ中での銀の発見や新大陸や日本などからの銀の流入、ヨーロッパ規模での商業圏の一体化の進展等によりヨーロッパで広く通用する通貨となった。また、ターラー同様の大きさと銀の量の貨幣が各地で打刻された。これらの銀貨は ターラーに由来する名称で呼ばれるようになった。オランダでは、ターラーに由来するダールダーやライクスダールダーが、ギルダーと共に流通した。ダールダーは1.5ギルダー、ライクスダールダーは2.5ギルダーであった。ライクスダールダーは、ライオンの像を彫っており、それゆえ、リュウエンダーラーとも呼ばれた。これは、オスマン帝国領内の各地、例えば、ルーマニアなどでも流通したため、レウやブルガリアのレフなど、 ライオンを意味する通貨名の由来となった。オスマン帝国がダールダーを模倣して独自に発行を始めた銀貨はピアストルと呼ばれるようになった。ライクスダールダーの発行は2002年にギルダーがユーロに切り替えられるまで続いていた。デンマークのリグスダーラー。1868年ダーラーはスカンジナビアに導入され、 17世紀前半には最も流通した貨幣となり、ダーラーの名で呼ばれた。多くのダーラーが鋳造されたが、デンマークのリグスダーラー、スウェーデンのリクスダーラー、ノルウェーのスペシーダーラーなどが代表的である。これらのダーラーは、スカンディノビア通貨同盟が導入した、デンマーククローネとスウェーデンクローナに切り替わる1873年まで使用された。ノルウェーも1876年に、 通貨同盟に加入し、ダーラーに代わりノルウェークローネを導入した。ターラーに基づく通貨には他にも、イングランドのクラウン貨幣や、スペインの八レアル貨幣などがある。イングランドでは、オランダのダールダーに由来し、ダラーの名が、ターラーや、同様の貨幣に使われた。オランダのライオンドル、スペインの八レアル銀貨、オーストリアのマリア・テレジア・ターラーは、アメリカ植民地で各国との交易とともに、 流通したが、特にメキシコの豊富な銀産室に裏打ちされたスペインダラーがヨーロッパもアメリカも接見した。アメリカ合衆国独立後はスペインダラーやメキシコダラーなどを元にして US ダラーが定められた。ダラーという通貨名はオーストラリア、カナダ、香港、ニュージーランドほか世界各地で使用されている。スペインダラーやメキシコダラーが用銀として流入した東アジアでは、 ダラーを漢字で、マドカと表記し、人民元、円、ゴンなどの通貨単位の起源ともなった。サモアでは、タラという通貨が使われている。その他、イタリアでは、タレーロ、スロベニアでは、トラール、ポーランドではタラールなどの名で流通し、トラールは、ユーロに変わる2007年初頭まで使用された。イタリアの勢力圏であったエリトリアでもタレーロは、流通した。 トスカーナの1618年のタレーロ銀貨、ありがとうございます。